リチャード・ガルシアは、オーストラリア・パース出身の元同国代表の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。ガルシアは以前、ウエストハム・ユナイテッド FC、レートン・オリエント FC、コルチェスター・ユナイテッド FC、ハルシティ・ AFC でプレーした。また、カブリーグに所属する地元パースのバルカッタ SC で、プレーした。ガルシアは、パースで生まれると、当初、 ガルシアの兄を見に来ていたウエストハムユナイテッド FC のスカウトに見つけられ15歳の時にクラブのアカデミーに参加するためオーストラリアからイングランドへ移住した1998年9月にプロ契約を結んだ1998から99シーズンに FA ユースカップとプレミアユースリーグの2冠をジョー・コールやマイケル・キャリックらと共に達成ユースカップでは 決勝を含め全ラウンドでゴールをした。2000年8月に同じロンドンをホームとするレートンオリエント FC へレンタル移籍し、そこでリーグとカップ戦合わせて21試合4ゴールを記録した。2000年11月にレンタルから戻るも膝の人体帯を負傷してしまい、そのままシーズンを終えた。2001年9月にリーグカップのアウェーレディング FC 戦でファーストチームデビューを果たしたが、 レギュラー確保はできなかった。2003年にチャンピオンシップへ降格した後は1試合しか出場できず、2004年にコルチェスターユナイテッド FC へ移籍した。ウエストハムではリーグ戦で合計16試合に出場した。2004年9月に移籍近期公開でコルチェスターユナイテッド FC へ加入すると同月のスーインドンタウン FC 戦で移籍後デビューをした。 このシーズンは30試合6ゴールを記録した。次のシーズンになると、フットボールリーグ1の舞台でチームは2位になり、昇格する上で重要な役割を果たし、FA カップ5回戦では、プレミアリーグ王者のチェルシー FC 相手に敗北した、ものの、ガルシアのクロスからリカルド・カルバーリョのオーンゴールを誘い1点を入れた。2006年3月、 膝に手術を必要とするほどの怪我を負ったため途中でシーズンアウトした。シーズン終了後にクラブと新たに契約を結んだ。2006から07シーズン開幕戦である2006年8月のバーミンガムシティ FC 戦でクラブのシーズン最初のゴールを決めると最終的に36試合7ゴールを記録しクラブを昇格プレイオフ決勝まで押し上げた。ガルシアはコルチェスター 全シーズン全大会合わせ96試合21ゴールを記録した。コルチェスター側から新たな契約の申し出があったにもかかわらず、2007年7月2日にボスマン判決にのっとりフリー移籍でハルシティ AFC と3年契約を結んだ。2007年8月のプリマスアーガイル FC 戦で移籍後リーグ戦デビューをすると、次戦のクルーアレクサンドラ FC 戦で 初ゴールを決め3から0と勝利した。2008年4月に肩を負傷したにもかかわらず、中心選手として2007から08シーズンにクラブを昇格プレイオフへと押し上げた。このシーズンの注目すべきハイライトは、3月のバーンディー FC 戦で35ヤードものシュートで、クラブのゴールオブザイヤーに選ばれた。2008年5月の昇格プレーオフ、決勝ブリストルシティ FC に勝利し、 ガルシアは久しぶりにプレミアリーグの舞台へと戻ることになった。2008年8月16日の開幕戦フラム FC 戦でベストポジションの右 WG でスタメン出場した。次戦のイーウッドパークでのブラックバーン・ローバーツ FC 戦ではジェイソン・ロバーツに決められ一旦はリードをされるも2分後に同点ゴールを決め1から1で引き分けた。 2009年7月31日に膝の靱帯を断裂し、最低3ヶ月離脱することになった。2010年11月12日ニカラレート勝利したディープデールでのプレストンノースエンド FC 戦でプレミア復帰にシーズン目のゴールを決めた。1年間の延長ファーがあったものの、2011年5月13日に全治9ヶ月もの十字靱帯を負傷したため、 撤回された。2011年12月10日のコベントリーシティ FC 戦で怪我から復帰し1から0で勝利した。2012年8月23日に A リーグのメルボルンハート FC と1年契約を結んだ。2013年8月16日、シドニー FC に移籍した。2014年5月3日、ミネソタユナイテッド FC に移籍した。 2014年7月8日、パースグローリー FC に移籍した。2017年5月14日、パースグローリーを退団し、現役引退を表明した。代表でウォーミングアップするガルシア2008年4月に、オーストラリアのサンヘラルド氏のインタビューで、アテネオリンピックの代表候補だったが、大会前に怪我で出場できず、それ以降オーストラリア代表で招集されず、 再びサッカールーズでプレーしたいことを語った。また、インタビュアーのマシュー・ホール記者は、右 MF にマーク、ブレッシアーノとミルステリオフスキーがいるとはいえ、厳しいリーグでレギュラーを務めてきたガルシアを、ピム・ファーベーク代表監督はチェックすべきと指摘した。2008年8月19日、ロンドンにあるロフタスロードでの2から2と引き分けた、南アフリカ代表との親善試合で、 後半から出場し A 代表デビューをした。2から1で勝利したオランダ代表との親善試合で、再び途中から出場し、2キャップ目を記録した。2010FIFA ワールドカップ、AFC アジアカップ2011のメンバーにも選出されたが、膝の負傷で出場を断念した。2012年12月7日の東アジアカップ2013、予選のグアム代表戦で代表初得点を挙げた。 両親がスペイン語を話すため、ガルシア本人もスペイン語を流暢に話すことができ、レアルマドリードのファンである。イングランド代表のマイケル・キャリックとは、ウエストハム・ユナイテッド FC のユース時代から2004年に二人が、移籍するまで共にプレーした友人で、お互いの結婚式に招待するほど仲が良い。また、兄のマイケル・ガルシアもサッカー選手だった。 レイトンオリエント FC2000 ヒストリーバルカッタ、SC、ザクラスオブ 99ABCDE、リチャードガルシア、ストライキングプロブレムズアットブリズベンロード、チェルシー31コールチェスター、サージェリー4コールチェスターエースガルシア、ガルシャペンズニューコールチェスターディールバーミンガム2、1コールチェスターガルシャプライムドフォープレー、オフプッシュガルシアリーブスコールチェスター4ハル。 クルーレイサンハルガルシアディターミンドツーリターンガルシアインジャードプレストンレイニハルリチャードガルシアジョインズハートエビガルシアフークワイエットオーストラリアンレディーツースターシティウィンガーメイクスヒストリーありがとうございます